はい、皆さんこんにちは。今日はですね、物を下からこのように持つ、物を持つ動きですね、これを何回も何回も練習するんだけども、指にギューッと力が入ってしまってうまく持てない、そういった方いらっしゃると思います。これはなぜうまく持てないか、筋力が問題っていうわけではないんです。力がないからうまく持てないっていうわけではないんですね。また指がギュッと硬くなってしまうのは指が硬いから持てないっていうわけでもないんですね。これは筋力が問題、硬さが問題ではないので、筋トレストレッチをしてもなかなかうまくできないということがよくあります。皆さんいかがでしょうか。何回も何回も練習するけども、いつまでたってもうまくならないなと感じたことないでしょうか。今回はこの下から物を持つという動きに対して細かく分析して、ちゃんとした動き、この動きにはこういうことが必要なんだよというところをこの動画では説明していきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。改めまして、動きのコツ研究所リハビリセンター理学療法士の西野です。今日は物を持つという動きをですね、この後細かく紹介していきます。僕たちはこうやって動画をたくさん作っていますけども、皆さんチャンネル登録していただいてますでしょうか。チャンネル登録していただければ、新しい動画が更新された時に皆様に通知が届きます。あと僕たちは1時間のライブというものもやっております。ライブが始まる前には皆様に通知が届くようになりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録の際にはベルのマークが出てきますので、ベルのマークをオンにして通知をオンにしていただければ皆様に通知が届くようになりますので、ぜひ、通知の設定も忘れずによろしくお願いします。はい、それではですね、何か物を持つという動きを、うまくしていくためには、まずこの物を持つという動きを分解していくことが大事になります。この物を下から持つ、この動きをするためにはどこが上手に動いていかないとできないかというところをまずしっかり把握していきましょう。で、皆さん持つことに意識を向けていると、おそらくこの指だったりとか、この持つところギュッと力入れてるんじゃないでしょうか。実はですね、この指や手っていうのはそんなに力がいらないんです。ここはただ触れてるぐらい、触ってるぐらいですよね。いい方の手で確認していただくと、いい方の手ギューって持ってないですよね。いい方の手は軽く触れてる程度だと思います。なので麻痺側の手っていうのもギューッと指とか手に力を入れて持つというのは、実は間違えた体の使い方になっています。ではこの物を持つ時、どこが上手に動けばいいかというのは、横から見るとよくわかりますね。下から物を持つ時っていうのは、これどこが動いてるでしょうか。この動き、よく見ると動いているのはこの手ではなくて肘を中心に動いてます。なのでこの物を持つ動きっていうのは、まず意識しないといけないのはこの肘の動きということになります。ではここからが大事なポイントです。肘の動き、どういう肘の動きかというと、肘がこう曲がる動きですよね。この時に僕たちが意識していただきたいのは、肘が曲がる感覚っていうのを意識してください。じゃあ曲がる感覚を意識する、どういった感覚なのかというと、いい方の手こうやって曲げていただくと、この肘の折れ目がですね、お肉がペチャッとくっついてきます。曲げれば曲げるほどこうやってくっついてきますよね。このペチャッとくっつく感覚っていうのが動く時には必要になります。なので麻痺側の手でも物を持って持ち上げる時には、この肘の折れ目のお肉がですね、ペチャッとくっついてくるよっていうのを意識しながら持ち上げる、これが大事なポイントになります。これがうまくできると、すごく手に力が入っていたのが抜けて楽になったり、重かった腕が軽く感じれる、そういったことが起こるので、それがもしうまくできていれば大成功です。この運動はあなたに合った運動だということになりますので、この
肘の動きというのを意識してやっていただければと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は物を持つ時に注意するポイントというのをお伝えさせていただきました。物を持つ練習を何回も何回もやってるけども、なかなかうまく持てない、指に力がギュッと入ってしまって硬くなってしまう、もしくは腕を上げた時に脇が開いちゃう、そういった方は意識するポイントを今回お伝えした肘に向けてやってみてください。ちゃんとした動きが分かるとうまく動いたりとか楽な動きっていうのを感じれることがありますので、ぜひ実践してみてください。今回の動画少しでも参考になったな、やってみてよかったなという方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。それでは皆さん、今日はありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか。もっと楽に動けるようになりたい、でも YouTube だと次にどんな動画を見たらいいかわからない、そんなあなたのために一人エリアを開発しました。特許取得のオンラインのリハビリシステムで、あなたの体に合ったリハビリメニューが迷わず次々わかります。目標に向かってどんどん前進していきたい方は、ぜひ一人でリハを見てみてくださいね。概要欄からもご覧いただけます。